関進むグループ長両氏の議会長の長女で大韓航空元副社長の長慶和氏がナッツリターン事件以来、約3年5ヶ月ぶりに再び公の場に姿を見せた。今度は外国人家政府の違法雇用容疑で出入国当局に召喚された。長氏は24日午後12時55分頃、 ソウル市内の法務部参加ソウル出入国外国人超移民特殊調査隊に出頭した。頭を下げたまま取材陣の前に姿を現した調子は、フィリピンの家政婦を違法で雇用した容疑をしたためるかと質問に、物議を醸して申し訳ないと述べた。 長氏と母親のリアキラ姫イチュ財団理事長ら間進むグループ一家はフィリピン人の家政婦を違法雇用した容疑を受けている。現行法上、韓国で外国人が家政婦として働くためには、在外同胞や結婚移民者などの身分を持たなければならない。長氏らは家政婦の雇用において、 フィリピン人らを大韓航空の研修生として偽って入国された疑いが持たれている。こうした状況が盛り込まれた大韓航空の内部文献も最近、公開された。